工業時代が始まったっていうすごい轟音が。うん、このね、これはほんとかっこいい。こいつ、ハイドラとタービンの組み合わせと、これが組み合わさったら、その時点から40サイクル後に、超持続可能は達成されちゃいます。それぐらい強い。最終版だとやっぱりロケット発電とかそういうクラスのものも出てきますが、少なくとも中盤は、どの、発電機構よりこっちの方が強いです。うん、だってこんなんだもん。強い。で、ほっといたら、まあこうなると。強すぎる。いろいろ強すぎる。うん。で、まあこれでね、やっとこうね、このコロニーもね、宇宙というか、ロケットが打ち上げられそうだなっていう段階に来たんですな。いやーかっこいいなー。タービン動かすと熱やばくないっすかってなんだけど、自分の場合あれなんですよね、タービンが動くとコロニーが冷えるっていう。むしろ。いや、普通タービンって回したらコロニー冷えるんとちゃうのかみたいな。そういうレベルなんですよね。